ライブをお楽しみいただきたいと思います。映画の方はですね、カンタ・ティモールと検索すると、ホームページが出てきます。そこに上映会の情報が載ってます。岐阜でも何箇所もやってます。私も岐阜で知ってるだけでも 4,5 箇所あって、で私もこの間、ハートフルスクエア G の方で開催させていただきました。お一人の入場料500円の協力金というか、あの制作費カンパとで、機材とかも持ってきてくれてやってくれます。だから気楽に上映会できます。原発だけじゃなくて、やっぱ暮らしってすごく大事だと思うんですけども、その暮らしをどう生きるかっていう、かわいいのできたね、根底にあるっていうかね、その生きるっていうことのスピリットを、カンタ・ティモールはすごくティモール島の生きてる人の中でこう伝えてると私は思います。またカンタ・ティモールの、ね、中に出てくるティモール島の人たちがどんな考え方なのかっていうのはサダムさんに教えてもらいたいと思います。じゃあこのまま音合わせして始めると思いますので、ご紹介させていただきます。小向サダムさんです。お願いします。ありがとうございます。はい、何ですか。出店の、はい、食品じゃなくて、はい、ランブーズ製になります。ごめんなさいね、サダムさんのライブの前に、今度はですね、フライングダッチマンさんが到着されまして、荷物が多いです。手伝っていただける人員の方、よかったら集合してください。はい、集合してください。3人ぐらいでいいですか？じゃあ、3人ぐらいです。はい、1人。はい、もう2人ぐらい。手伝っていただけますか？あ、西村さん、いいところに。はい、じゃあ、この辺で。はい。後からします、細かいの。ありがとうございます。じゃあ佐野子さんを合わせながら喋ってもいい？今日はあそこに電車があります。保存会さんからのお知らせです。こんにちは。ひーちゃん大丈夫？小金公園の丸窓電車を保存してる会の谷村と申します。これから行く。緊急動会車内開放しまして、皆さんに乗っていただいているわけであるんですけど、今日はですね、ちょっと今からちょっと乗っていただくための安全に乗っていただくための注意事項をお伝えしたいと思います。で、今乗ってこれ510型という丸窓電車なんですけど、岐阜2005年まで岐阜の市内からを走っておりました。で、2005年走になって、この電車はどうなるかということで一応なっていたんですけど、市民の僕たちをはじめ市民の皆さんの協力のもと、この小金公園で2006年の方から保存をさせていただいております。これからどうするかという部分で喋ろうかなと思ったら終わっちゃいました。ああ、なるほど。ぜひ続きは夜また間延び放送局で伺いたいと思います。アーカイブ残さないで配信した方が多分いいかもしれない。夜はそうなんですか？その部分は何とかしようか。その部分は、はい、じゃあ録画残すところと残さないところを作りましょう。はい、ここから先は皆さん今ここで聞いてる人だけで、ツイートも直しようみたいな感じでね。はい、今日は昨日から、はい、では、夜も、植木宏さん、アハハ星人さんのお話を伺いたいと思います。この今日が参考になったら窓辺の方に、はい、寄せておいてください。9時半という解説もいい？9時半で、はい、やりましょう。写真の方には9時半ごろですね。触らないようにちょっとお願いしながら見ていただければと思います。非常に懐かしいものから最新のものまで飾ってありますんで、ぜひよろしくお願いします。この前は、間延放送局、この前じゃない、この後じゃあ一日、はい、間延放送局、また丸窓電車の方にもよろしくお願いします。以上です。
抱きしめよう。合図は心に開け、シャイニングスター、大空を夢見て膨らがって、大地とかを母と呼んだり、は同じ言葉で表現したりすることが多いと思うんですけど、まあ、それとうちの自分の母親とサダムフセインやばいですね、まあ、ちょっと掛け合わせて、掛け合わせですか、まあ、ケーキさんごめん、放置プレイでお母さんについてもちょっと作ったこれどこにあるの、マミさんからもらっちゃった、あ、あそこ、あの青色のどうしようかな、これじゃあThank you.
すごい。もう行くわ。回って食べるの。自分としたら、じゃあみんなも。ありがとうございます。じゃあ、あそこの太鼓は叩いてもいいんでしょうか。お散歩、お疲れ様でした。いいですか、皆さんでちょっとやりますかね、なんかね、せっかくやで体動かしましょう。開いてます。いいのかしら。でもあ、お兄ちゃん、うん、いい、勝手に借りて、いいですか。じゃあちょっとみんなでね、せっかくやでやりましょう。あ、ちょっと寒いで。あ、クレープ2回や。これで、あーちゃんだ。あ、ヤンホーかんちゃん。歩いてないよ。歩いていたのに子供が行ってきます。子供は別に。じゃあ、ここが。で、カー君たち、もう自由に動き回ってる。さっきね、カー君が、うちの子がね、すいません、ありがとうございます。すごいじゃん。すごいね、何でも当たるね。よっしゃ。いやいやいや、それは大丈夫ですか。じゃあ、ここで、そうだよね、ちょっと話聞こえますね。さっきのね、東シモルという国の歌でもちょっと行きますか。もう簡単です。間延放送局、今日は、岐阜で行われているつながりフェスから、1日中継をしています。
みどみどみハワラミよ、あどみどみどみハワラミよ。島になりますか。はいはい、皆さん、あの、たかしちょっと。やるやる。じゃあ、はい、ちょっと輪になって。西村さん、ちょっとそこ輪になって、早く、カツオ君も、はい、ちょっと輪になって。はい、ずっと輪になって、手をつないで、おい、出しても早く、飲んどらんと。おい、早く、早く、ちょっと手つないで。よっしゃ。出しても来てる。ちゃんと手繋いで、ケランとかに置いて、はい、はい、じゃあ、しっかりおじゃあ、伝えたぞ、じゃあ、最後を叩くのは、キャンパイアの木のようなバッタ、入ってこない、はい、これ大地に、大地の踊りなんですけども、あの国で、踊られてまして、あのティモルテッドではこの踊りを日本人がやってることを聞くと、この国とこれが間延び放送局、今日は岐阜で行われているつながりフェスから丸一日中継をしています。この後フライングダッチマンライブも予定されていますが、そちらはちょっとあの録画が残せるかどうかわからないので、聞くなら今、みんなの魂に火をつけましょう。今は小向井サダムさんのライブをお伝えしています。また今日、お昼お話しされた、植木博さんはですね、まだちょっと話し足りなかった部分があるということなので、間延びで独占インタビュー、また夜の配信でお話伺いたいと思います。これだけです、これだけで、まあ、少しこう回るか、少しずつ少しずつ回りながら、じゃあ今日ありがとうございます。じゃあ岐阜の大地に感謝して、あの神社さんにも感謝していきましょう。また夜の配信でも、植木博さんのインタビュー、お届けしたいと思います。夜も見逃せない間延び放送局です。小向井サダムさんライブで、皆さん輪になっての踊りが始まりましょう。カエル農園が踊りました。
こういうのがあるとつながりって感じがしますね。書いて小金という岐阜小金公園、ちょっと午後になって少し冷えてきましたが、皆様こうして体を動かしてちょっと温めているという感じですね。ムカデのダンスっていうのやりたいんですけど、いい？隣の人の向こうが腰に手を当てて、じゃあちょっとここで
はい、ありがとうございました。小向井さだまさんでした。すごいいい輪ができたと思います。今日はドラムサークルといい小向井さんでいい輪をどんどん作っていってくれてます。皆さんどんどんつながっていきましょう。これはつながりフェスティバル、どんどんつながっていきましょう。じゃあちょっとここでインフォメーションだけさせてください。さだみさんどうもありがとう。クセイさんそのまま登場で三四郎さんのライブに入ります。じゃあちょっとインフォメーションします。リホちゃんはいない。なんで子供の皆さんこんにちは。子供いる、こんにちは。子供たちのね意見を今集めてます。さっき大人たちが解散総選挙とかって難しい話をしてたけれども、子供たち選挙権がないんだけれども、こんな日本になってほしいなとか、こんな風な世の中だと私たちもっと楽しいしもっと嬉しいのになーっていう意見を今スピーカーの向こう側に集めてます。もうね15、6人ぐらいのね子供たちがねこんな風にしてほしいっていう意見をねいっぱい書いてくれています。で、ちびっこだけじゃないよ、高校生、中学生、それから大学生、選挙権のない人たち、選挙権のない年齢の人たちはみんなぜひ書いてください。で、ね、意見をたくさん言っていい日本になるといいなと思ってます。向こう、ね、書かない人もぜひ 見ていってくださいね。よろしくお願いします。まるっと1日、間延び放送局、つながりフェス、盛り上がってましたね。盛り上がってました。温まりました。ちょっと温まってきました。はい、はい、ちょっと番組のサイズのパチッと団体で平和活動について中高生中心で勉強したりとかいろんな活動をしたりして今年で9年目になります。で今度ですね福島の高校生との交流会を企画していて、こうやって皆さんから高校生の子たちに向けてのメッセージを募集しています。文化センターの入り口の前で行っているのでご協力お願いします。はい、ありがとうございます。岩手県陸前高田市から仕入れたマスカットサイダーも売っています。福島の高校生と交流化するための活動資金をのために集めているのでどうぞ買ってください。皆さんご協力をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きましては、三四郎さんのライブを進めていきたいと思います。わかりません。皆さんお待ちかねですね。こちら、岐阜の有名人杉山三四郎さん、杉山三四郎さんは、岐阜の絵本屋さん大きな木の店主さんでもあります。あそこフライングバッタかつ、NHK にも出て歌を歌ったりもしてくれてますね。着々と設置されています。熱烈なファンもおります。どうぞ皆さんステージの方来てくださいね。そしてこれからその前に杉山三四郎さん、杉山三四郎さんのライブ始まりますんでね、どうぞステージの方来てください。あとご飯もね、美味しいご飯もあります。だいたい外回りに並んでおりますんでね、
皆さん美味しそうなの1品2品ぐらいはいっちゃってもいいんじゃないでしょうか。じゃんじゃん食べて、面白いものを見て、楽しんでってください。これはつながりフェスティバル、どんどん皆さんつながっていきましょう。間延び放送局、今日は岐阜の小金公園、金と書いて小金公園から、一日間延び放送局、つながりフェスを中継しています。これからは杉山三四郎さんのライブ、そしてその後、フライングダッチマンライブ、フライングダッチマンライブがちょっと録画が残せるかどうかわからないので、ぜひあの生で見てください。テストマイクこんにちは。はい、いいですか。今日はいいかな。これ特典。どうぞ、ニューアルバムできました。一回にしまえ。はい、皆さんこんにちは。はい、おじさんです。よろしくお願いします。はい。なんかね、知った顔もありますけど、今ね、マーサ21でね、本ライブやってきたんですけど、で今またここに来ました。はい、後でまたマーサでやりますから、よかったら来てくださいね。だからここではちょっと絵本やりませんね。今日はちょっと違う歌を聴いてもらおうと思います。で、僕と一緒に、フセイン君が一緒に、怪しいおじさんですけどね、一緒にやります。よろしくお願いします。ではですね、最初ちょっとね、もう戻れないという曲を、マイクがまだ残ったの。老化現象の歌のその1ですね。いや、そこにいるとできない。そこにいると叩けない。小連れで、小連れか、今日は今日は小連れか、今日はちょっと、はい、翔くん、翔くん、はい、始めていいですか。もういい、これでいいの。はい、はい、保護者の方、はい、迷子です、迷子です、保護者の方。迷子じゃないよ。はい、じゃあ、手拍子よろしくお願いします。じゃあいいですか。はい、じゃあもう戻れない。ワンツーワンツー、邪魔かけ怖いな。ワンツースはたくさんあって、ただただやれると思っていても、ボールを蹴ったその瞬間、ギクッと痛みが走ったよ。あ、もう戻れない、もう戻れない。あの若かった丈夫な体にはもう戻れないだろうな。激しいダンスだって水泡の前まで踊ってたのに、足を振り上げたその瞬間、もつれて転んでしまったよ。あ、もう戻れない、もう戻れない。
ないのか。見かけた綺麗な彼女、もう一度会いたいなって思ってたのに、今日また会って話してたくせにすっかり忘れてしまってたよ。ああ、もう戻れない、もう戻れない。あの若かったときめく心にはもう戻れないのか。もうね、戻れないんですよ、ね。まあ、この歌作ったのがもう10年以上前なんで、さらに戻れなくなってましたね。本当にいろんなバージョン作らなきゃいけないよ、ね。じゃあね、もしよかったらちょっとインタビュー。今度はまあ、おじいちゃんもおばあちゃんも今度頑張ってるよっていうね、バージョンをいきたいと思いますね。じじじじばばばば現役続行中という曲なんですけど、よろしかったらちょっと一緒に歌っていただきたいんですね。こんなことですね。じじじじばばばば現役続行中、毎日毎日忙しい。じじじじばばばば現役続行中、のんびりなんかしてられないというね、サビがありますので、ややこしいでしょ。ジジジジバババだけでも結構ですから、もしよろしかったらね、せーの。ジジジジバババババ現役続行中、毎日毎日忙しい。ジジジジバババババ現役続行中、のんびりなんかしてられない。こんな感じでね、やってみたいと思いますね。では行きましょうね。ワン、ツー、スリー、フォー。ジージは僕のパパのパパ、はっきり言ってパパよりかっこいい。今日もサイクルウェアに身を包み、ロードバイクでお出かけだ。40年もの勤めを終えて、ロック魂今でも忘れずに、バンド仲間と旅に出て、街を賑わせている。バーバーは僕のママのママ、はっきり言ってママよりかっこいい。今日もヘアとメイクをバッチリ決めて、さっそうのお出かけだ。20数年の子育てを終えて、フランス旅行に行きまくり、いつの間にやらシャンソン歌手としてステージに立っている。はい、行きましょう。ジジジジバババババ現役続行中、毎日毎日忙しい。ジジババ、ジジジジバババババ現役続行中、のんびりなんかしてられない。そんなジジとババも僕には大きな期待をかけている。ジジはギターを買ってくれるし、ババド派手な衣装を買ってきた。おかげで僕もロックンローラー、今でもリチャブレスリー。ジジジやバーバーには負けないぞ、僕にも夢がある。ジジジジバー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 現役続行中、毎日毎日忙しい。ジジババー、ジジジジバー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 現役続行中、のんびりなんかしてられない。もう一回行きましょう。ジジジジバババババ現役続行中、毎日毎日忙しい。ジジジジバババババ現役続行中、のんびりなんかしてられない。はい
本当はねこれコマーシャルソングで使ってもらえるかもしれなかった歌なんですけどね、ボツになっちゃったんですね。ボツになったけど自分の CD には入れました。よかったら買ってください今日思ってきましたけどね。はい、じゃあ、今日はちょっとね少しメッセージ性のある曲も言ってみたいと思ってまして、ですね、ボブ・ディランの曲なんですけどね、風に吹かれてという曲があります。それを私なりの歌詞も加えて、ね、ちょっと歌いたいと思いますが、さあどこにあるかな、ですね、ありました、ね、ね、今日子供たちも来てますけど、ごめんね、もし絵本見たかったら、絵本あのマーサ21で3時半からやるから、よかったらそちらね、またバスでね、どうして来てくださいね。さっきも一つやってきたんだけどね、大勢来てくれてね、すごく僕も楽しかったんだけどね、はい、ではちょっとね、今日生産と一緒ですからね、はい、で大丈夫かな。ね、なんでフセインっていうか知ってる？ね、まあ、顔がフセインなんだよね。ますますフセイン化してますけどね。ボブ・ディランがね、もう本当ずいぶん前に歌った反戦歌なんですけども、まあ、それをちょっと聞いてください。
くなるの。どれだけ事故を起こしたら風が知ってるだけさ。友よその答えは自分の力で、自分の力で知るべきさ。ありがとうございました。じゃあ次はもうちょっとね、原発の顔を伝えたいと思いますね。今日もね、今日のイベントもね、つながりフェスティバルということなんですけども、本当にやっぱり子どもたちの未来のことを、ずっと考えて、よく方がね、こう集まってらっしゃると思いますけど、本当に僕もね、こうもううちの子供たちはもう大きくなっちゃったんで、もう私も繁殖能力がないから、ね、直接は影響ないかもしれない。あるか、ね、長生きしたいもんね、やっぱね、100まで生きなきゃいけないしね、ですけどえ、何やるんですか。今どこにあるのっていうね、ことを作りましたので、それをちょっと聞いてもらおうと思います。はい、こんにちは。もうファンというより仲間内という感じですけどね。はい、では日川さん、じゃあ今どこにあるの。どうも、はじめまして、マノミの少女です。今どこにあるの。どんなものでも安心して食べられる場所がね、どこにあるの。一体誰が僕たちの大地を汚してしまったのか。その答えは言うまでもないけど、今できることが何かあるはずさ。世界中の人たちと共に生きるために。2011年3月11日東日本大震災が起き、津波の恐ろしさを知りました。そして福島第一原発事故が起き、放射能の恐怖にさらされることになりました。それなのに原子力村の連中は事故の後始末も十分にできないまま、また原発を動かそうとしています。金儲け優先、効率優先、そんな価値観にいつまでしがみついているんでしょうか。それはお金も大事です。でもそのために命を犠牲にしてもいいんでしょうか。今どこにあるの。子供たちが安心して暮らせる場所がねえ、どこにあるの。一体誰が僕たちの未来を汚してしまったのか。
その答えは言うまでもないけど、今できることが何かあるはずさ。子供たちが未来を生き抜くために、という歌をね作ってみたんですけどね。じゃあもう一つ聴いていただきます。今度はね、大量破壊兵器という曲なんですけど、原発も大量破壊兵器のために作られてると思うんです ね。平和利用とかなんか言ってるけど、ね、もう本当にいい加減な平和であって、それは何のためかというと、ね、原爆を作るためですね、核兵器のためにやってるみたいなものなんですよね。まあそういうこと でこれはまあちょっともう大前に作った曲なんですけど、まだじゃあ、これだけにも、はい、よろしかったら一緒にね、僕の歌った後にね、あの発表して歌ってもらうといいですね。ここに来なかったみたいな。そうね、フセインがいろいろやりますから。いいですか、こんなにね。やるですね。やってもらったらいいと思いますね。大量破壊兵器をあいつは持っているって言ったら、あいつは持っているとかね、いう感じでね、時代背景を説明しないと。時代背景ですね、はい、ちょうどあのイラクにフセイン、私じゃないですよ。フセインがいましたよね。フセイン大統領ね。フセインがまあ独裁政権みたいな感じだったんですけど、それをアメリカのブッシュっていうのがいまして、ね、ブッシュがフセインは大量破壊兵器を持っているということで、勝手にイラクを攻撃しました、ね、で最終的にあのフセインを捕まえて殺しちゃいましたよね。その時代に作ったやつですので、ブッシュとフセインを思い浮かべて聞いていただければいいかと。くれぐれも言いますと、私じゃないですよ。はい、フセイン、はい、はい、まあいいでしょう、はい。では行きます。じゃあ大量破壊、ワン、ツー、スリー、フォー。もう一回行きます、すいません。ワン、ツー、スリー、フォI'm gonna make it.
おいらの仲間だからさ。高い量高い兵器をあいつも持っている、あいつも持っている、大量高い兵器をあいつも持っている、あいつも持っている、だからあいつは悪いやつ落としてしまえ。まあいいでしょ、こういうバーだから。じゃあ、最後の曲になりました。最後はね、おじさんから子供たちへのメッセージっていうつもりでね作った曲がありまして、それを、まあ、最後に歌わせてもらいますが、子供たちよという曲をね聴いていただきます。これも CD に入ってますので、もしよろしかったらよろしくお願いいたします。寒くなってきた。ゆうたごめん。こんにちは。ちょっとね宣伝させていただきますけど、三四郎さんは先ほど紹介していただきましたけどね、稲葉神社のそばで大きな木っていうのがね本屋さんやってますね。そこのおじさんですからね。そこにいるよ、ね、今日はちょっといないけどね、これ歌ってるね、今ここにいるからね、今ここにいるからね、はい、このおじさんも時々来るけどね、時々来るけどね。はい、あの絵本もやるとこのおじさんもものすごく面白いんだけどね、今だけだけど、またね、何ですね、あ、そうそうそう、何を喋ろうと。それで大きな木で、あの子供たちと一緒にねいろんな活動をずっと僕はやってきましたね。野外塾とかね、言葉塾とかね、いろいろやってきたんですけど、まあそんな子たちのこととか、こういう絵本ライブに来てくれる子供たちのこととかね、いろいろね、いろんな出会いがあったんですけど、そんなあの今まで出会ってきた子供たちのことを思いながら書いた曲でございます。だったらまた手拍子でもしながら聴いてください。では子供たちよ。
君は何を見つめるのか笑ってごらんよ驚いてごらんもののけたちもどこかに生きているそんなに急いで大人になるな物語の時間をさまよいながら歩こう人はみんな違っていていいんだ頑張りすぎないでぼちぼち行けばいいありがとうございました、先ほども言ったように、三四郎さんは稲葉神社の境内の通りにあります大きな木という店で、店主さんをやっております、どうぞ皆さんとてもね面白い本屋さんなんでね、ぜひ足をお運びくださいどうもありがとうございました、続きましてはですねフライングダッチマンが、やってまいりますどうぞ皆さんステージの方を熱くしていきましょうどんどん集まってくださいねえ1時半から始まりますフライングダッチマン、はい、この夏フジロックライジングサンセット、ドライブを皮切りに、至るところでねでっかい、フェスでねバンバンやってるバンドなんでね皆さんぜひ聴いてください知ってる人も知らない人もぜひステージにお集まりくださいはい宣伝はい宣伝入ります命と未来の手ぬぐいをテーマにした手ぬぐいを今回作りましたつなフェスオリジナルです、デザインはつながりフェスティバルのチラシのデザインを書いてくれた伊藤美穂さんです見てめっちゃ可愛いよほら命と未来って書いてありますそれで色はピンクこの水色カーキ色お抹茶色みたいなのと紺色と4色ありますあ、抹茶持って振ってるのが緑色です1本1000円です、名古屋の職人さんが美穂ちゃんのデザインを木枠に手彫りで型を彫ってそれを1枚1枚手染めで染め抜きした手ぬぐいですだから
あの手ぬぐい屋さんで買うと、そういう手ぬぐいって1500円とかするから手ぬぐい自体もね安いと思うんですけど、何よりデザインが可愛いなと思って、うちの子供たちは4人いるんですけど、上の子3人はこれをカラフルに頭に巻いてあの写真撮ったりとかして可愛かったです。もちろん使い勝手もいいです、この売り上げは今回のこのイベントの半端となります、どうぞご協力いただけたらと思います、あそこのゆぎさんのポスターがいっぱい入ってある、足りないのは愛って書いてあるあのあそこのブースで売っています。あと、さっきずらっと並んでた天然酵母パンとカレーのイブ巻き、田島からやってきた森の家、入り口入ってすぐのかまぼこおにぎりのティダティダさんでも販売してます、どうぞ、見てみてください。そしてご協力いただけたら幸いです。どうかお願いいたします。告知したい方、私何か忘れてることですか？ないっぽい。今日11時から、さよなら原発音頭を流しながらパレードをしましたが、毎週金曜日私たちお母さんたちが有志で警察に届けて出してあの歩いています。なのでどうかあの来れる人いたら来てください。23日祝日金曜日もここに11時に集合して横断幕持って歩きます。遊びに来てください。こんな感じかな。じゃあ MC さんに変わります。はい、我こそはこれ言いたいという方、どうぞステージ前に来てくださいね。今まだ時間ありますんでね、もうすぐ歌合わせが始まっちゃうんでね、今のうちですよ。これ宣伝したいという方あったら言ってください。間延び放送局というインターネット放送局で、今日のイベントの模様を1日ずっと中継しています。録画でも見られますので、ぜひそちらチェックしていただけたらと思います。あと植木博さん、夜ちょっとまた追加インタビューを、間延び放送局でさせていただきたいと思います。気になる方はぜひ、ひらがな間延びで検索すれば見られます。はい、ありがとうございました。間延び放送局だそうです。